はい、諸君、こんばんはです。中学3年生、いよいよね、あと37日になりましたよ。諸君、頑張っていきましょう。私立の学得試験までですね、頑張っていきたいと思います。ちょっと今日はね、過去問謎を入れながら、面積比の話をちょっといたしました。面積比は、相似な図形だったらですよ。相似な図形だったら、面積比は、相似比の二乗比に等しいよっていうのを勉強いたしました。ね、俺ね、簡単ですがね、とりあえず、正方形は全て相似な形ですよね。で、例えばこれが一辺が1センチの正方形と一辺が2センチの正方形、相似比は、はい、1対2ですよね。面積どれだけになりますか？陰1が1平方センチメートル、2人が4平方センチメートル。面積比は1対4になってますよね。つまり1の二乗対2の二乗で面積比が把握できるんだ。こういうことでございます。つまり相似比が分かったら、相似な三角形、相似な四角形、二乗比で面積が分かりますよ。面積比が出るんですよ。こんなのを使ってみました。それではこの例題の1番を見てください。上の三角形と下の三角形ありますが、三角形 ADE と三角形 ABC 平行線引かれていることによって相似になりました。15対10と分かれているわけですから、5で割ればこいつが3対2となっています。ですので、この全体の三角形ですと3対5という相似比になりますね。三角形 ADE と ABC です。つまりこれが相似比分かったので、面積比は3の二乗対5の二乗という形で出すことができるわけであります。ですので9対25というのが面積比ですよ。こんな捉え方をします。ではそれを使った応用編です。例題の練習の3番ですね。台形です。平行ですよね。で、三角形 AP でこの面積が60の時、三角形 PBC、BPC かな、下の三角形、ここの斜線部分の三角形の面積はいくつになるのかなっていう問題だよね。これも相似、平行線ですから相似になりますよね。相似比は16と24で、まあ、8で割ればいいかな、2対3という相似比になりました。はい、二乗比使いましょう。つまり2の二乗対3の二乗ですよね。4対9は60対 X、 こんな形で求めることができるんですよ。簡単だね。はい、簡単です。そうするとこうですから、 4X がイコール 9×60 ですね。まあ、これもですね、4で割っちゃったりできるので、黒く540してから4で割るよりは、ここでね、4で割っちゃった方が早いかもしれませんね。15です。ですので X は 9×15、 ごく四十五区一角135ですね、平方センチメートル。こんな形で、やや応用することができました。それではバチバチいきますよ。今度は白鸚のだいぶ前の問題の過去問、これをちょっと拾ってきました。これ y イコール ax の二乗、放物線と直線の問題ですよね。まあこれとやっぱり相似っていうのは何としてでもテーマですよね。この私立の学得試験のテーマは、この放物線と直線という関数ね、それと相似ですよ。これができない限りやっぱりいい点は取れませんね。ですので見ていきましょう。さあ、これね、 y イコール4分の 1x の二乗って出てますね。それから直線が y イコール2分の 1x プラス b。 さあ、切片がわからない、こういう状況になってます。 b の値求めてちょって言うんですが、点 a のですね、これ3つの直線と放物線が重なっているこの点ですね、ポイント高いですよね。 x 座標が6なんです。じゃあ y 座標を1回求めちゃいますよ、ね、これ入れればいいですね。
ということは4分の 1×6636 ですよね。なので9というのが出てきて A の座標は69という形が分かりました。そしたらもう代入すればおしまいですよね。こんな難しいことは全くありませんね。代入しちゃいましょう。6と9です。9イコール3プラス B ですよね。6入れましたからね。と B は6と出てきました。これ6なんですね。なので B は6と出てきました。6、9で簡単に出てきますね。まずはここに6を入れて6636、4分の36で9が出てきました。6、9という座標が出てきたので代入して、まあ、関数はとにかく代入だからね。とにかく代入をして B がまとまりました。では次です。X の値が A からですよ。 A プラス4まで増加した時のこれね、 Y イコール4分の 1X の2乗でです。 Y の増加量が5だった時 A っていくつですかっていう問題ですね。ですのでこれ変化の割合ではないので気をつけてね。 Y だけの単独の増加量ということですから、こちらが大きいのでこれをまず入れます。そして A を入れて比算すれば Y の増加量が出てきますよね。それです。ですので4分の1括弧 A プラス4の括弧の2乗、これがこれを X に入れた時の数値です。それから A を入れた時の数値が4分の 1A 2乗ですよね。大きいものから小さいものを引いたら Y の増加量ってことが分かったわけです。ですのでこれが5にセッティングしてあげて、あとはこの二次方程式を解けばいいんですね。でもこれね、一次方程式になっちゃいますよね。ちょっとやっちゃいましょう。4倍します。両辺4倍すると A プラス4の括弧の2乗マイナス A 2乗が5し20ですね。開けます。 8A プラス16マイナス A 2乗イコール20ですね。と A の2乗が消えますね。8A プラス16イコール20ですので、 8A がイコール4、 A は気をつけてね、1/2。わお、簡単簡単ね、ということです。さあ最後ちょっとくせ者かな、これね、多分、普通クラスはこちらもこちらももしかしたらやってないかもしれないですね。あ、まあ、通常の普通クラスこれやりましたね。これがもしかしたらね微妙なところが、かもしれません。よく見てください。それから特進方針の人もですね、やっぱりちょっと僕説明したけど、クエスチョンマークっていう方がちょっと何人かいたみたいなので、もう一回ちょっと確認をしてみてください。普通クラスの人はそれも絶対ね、ここも理解してもらえると嬉しいなと思います。これね、実は実寸が6センチと8センチという平行四辺形、これ出てるんですね。そして実寸でない辺の比がここに出てるんですよ。この DC が3に対して ED が1なんです。これは比です。こちらが比で、それからこちらは実寸ですね。で G は BF の中点、 H は CD の中点、中点中点、まあでもこれいきなり中点連結定理じゃないですけどね、こういうことなんです。でこんな時にまず問題ですが、AF はいくつですかっていう問題、それから各 FGH は何度ですかという問題、こんな問題が出てます。あ、一つ書き忘れました。ここの角度だけは分かっています。ここの角度が120度という形で、これは出てないとダメですね。120度であります。ではまず AF の長さを求めていきたいと思います。この AF の長さはですね、まずこの3対1というのを使いましょう。そしてこの三角形とこの三角形の相似を使っていきます。これね、平行線、ここも平行線ですので相似になりますよね。で6センチ出てるんですが、この6センチがこれと等しいわけだから、ここは3ですよね。なのでここは3に相当します。となったら、この緑色の大きい方の三角形と緑色のちっちゃい方の三角形の相似比は、ほら3対1ですがね。あら、簡単。すると AF 対 FD、DF も
辺の比は等しいわけだから3対1になりますよね。ああ、もう見えてきちゃいましたよ。で、3対1だからここ全体は4になるじゃないですか。あ、これでいいですね。3対4は3のところが AF ですよね。4のところは AD です。AD は下の BC と同じ長さなので8センチでいいですよね。わお、できちゃいました。パフパフパフ。え、 4AF が3×24 ですよ。 AF が出ちゃいましたよ、6センチ。はい、完成。となると AF が6センチっていうことはここ6センチ入れますよね。あれ、なんかこの三角形匂ってきたなっていうことなんですね。はい、6センチ、なんだ、二等辺三角形、底角は等しいよ。出ましたよ、この角ね。この角は120度が頂角だから30度でいいですよね。それからもう一つ重要なことがある。それはなぜか、 G がイコールイコールの中点、 H が中点、これは平行線と線分の比ですよ。平行線と線分の比を思い出してください。これの逆バージョンを使います。もしこれね、平行線だったら2つの直線が交わってたとしましょう。そしてここが3対2だったら反対側の辺の比も3対2でいけたんですよね。平行線ならば左側の辺が3対2、そしたら右側の辺も3対2で持ってこれた。この逆バージョンを使います。もしも3対2だったら平行線だよ。左側の辺の比と右側の辺の比がイコールだったら平行線になるわけです。それがこれです。1対1になってます。ですから GH と BC が平行なんです。そしてさらにこれは平行四辺形の上に乗っかってるわけだから、これとこれも平行だ。ということは平行線の錯覚もここにいて、ほら、イコールなんです。錯覚で、ヒュー、30度だからここも30度、角 FGH 30度、というような流れだったんです。さあ、どうだったでしょう。やはりでもね、過去問、私立の問題は癖物多いですよね。ぜひ慣れておきましょう。そのためには過去問ガンガンやってくれたまえ。あと37日、ね、諦めるのはまだまだ早いですよ。これから上げていくんです。頑張っていきましょう。では。